M1914 手榴弾は、第1次、第2次世界大戦で使用された、ロシアの柄付き攻撃手榴弾である。RG-14 とも呼ばれる。追加装着用のスリーブをつけた際には、破片手榴弾となる。M1914 手榴弾は、遅延進管をつけた、手榴弾である。円柱状の作薬部と柄とから構成され、 作薬部の内部には撃発機構と遅延信管が柄の側面には安全リングで保持された安全レバーが配置されている。安全レバーは撃発機構と連結されている。使用する前には作薬部の先端にある小カバーを開けて中に信管を組み込んでおく必要がある。使用する際には指が安全レバーにかかり安全リングが中指と薬指の間に来るように柄を持つ。 次に、指で安全レバーを握り込むと安全リングの固定が外れる。柄と安全レバーを握り締めたままで作薬不足面のセーフティキャッチを外すと、撃発機構の固定が解かれる。投擲の際には柄を握った指を開くのではなく、握る力を緩めて柄が滑り出るようにする。投擲の後で使用者の手のひらには安全リングだけが残り、投擲された。 手榴弾は解放された安全レバー、撃発機構が作動して、遅延進感を点火し、延期薬の燃焼後に作薬が爆発する。M1914 手榴弾は、M1912 手榴弾にかなり大きな回収を加えたものである。この手榴弾の頭部は、箱型から円筒型となり、木製の柄は、金属の圧縁板を溶接したものが好まれたことから、除去され、 ベルトフックは取り除かれた。M1914 手榴弾は第一次世界大戦が始まる前に軍に採用されており、実戦に投入されたいく種類かの手榴弾の一つだった。本手榴弾はステンダー手榴弾と共に大戦を通じてロシア帝国陸軍で使用された。これはロシアが1917年に大戦から撤退するまで続いた。戦艦期の1930年。 M1914 手榴弾は異なる種類の作薬である TNT を用いるよう改修された。TNT は当時のソビエト連邦の手榴弾、例えば海一手榴弾や RGD-33 手榴弾のような手榴弾にも見られる一般的な作薬だった。M1914 手榴弾はまた第二次世界大戦にも実戦投入されたが最終的には 赤軍の主要な柄付き手榴弾である RGD-33 手榴弾に代替された。第二次大戦後 M1914 手榴弾は RGD-5 などの手榴弾が好まれたことから完全に退役した。しかし M1914 手榴弾の演習用バージョンは1980年代まで訓練に用いられていた。ありがとうございます。